ツーアウトランナーは一塁です。バッターボックスには5番の T 岡田。この T 岡田も最近5試合は16打数の2安打。当たりは止まっています。初球変化球振っていきますが、ファールボールは一塁線です。カラバイオの犠牲フライ、バファローズが初回1点を先制しています。ツーアウトランナーは一塁、バッターボックスは5番の T 岡田。初球ファールボール、久保は今度が2球目。アウトコースのストレート外れました。ワンボールワンストライクです。外の変化球、バットが空を切っています。外から曲げてきました久保。これはいいコース、いい高さ、ボールが曲がり落ちてきました。さあ追い込んだ久保。アウトコースとボールが外れます。今日から始まったセパ交流戦、今年でもう11回目を迎えます。これは三塁側スタンド。さあカウントは 2-2 です。今久保はクイックで投げてきました。低めの変化球、なんとかバットには当てています。 T 岡田、このクイックモーション。風はライト方向に流れます。バットの先です。ショートレフトが追っていく。レフトの下園取れません。糸谷さんでキャンバスを蹴る。バックホームされますがホームに帰った。2点目。記録はエラーです。レフト下園、記録はエラー。レフトの前の打球でした。ベイスターズ今日は筒香が出場していません。この辺りでレフトの下園がここで取れませんでした。転がる間に糸井が三塁キャンバスを蹴ってホームに帰ってきました。2点目が入っています。複打数の2安打。当たりは止まっています。初球変化球振っていきますが、ファールボールは一塁線です。カラバイオの犠牲フライ、バファローズが初回1点を先制しています。
ツーアウトランナーは一塁、バッターボックスは5番の T 岡田、初球ファールボール、久保は今度が2球目、アウトコースのストレート外れました。ワンボールワンストライクです。外の変化球、バットが空を切っています。外から曲げてきました久保、これはいいコース、いい高さ、ボールが曲がり落ちてきました。さあ追い込んだ久保、カウントは 2-2 です。今久保はクイックで投げてきました。低めの変化球、なんとかバットには当てています。 T 岡田、このクイックモーション、風はライト方向に流れます。バットの先です。ショートレフトが追っていく、レフトの下園取れません。糸谷さんでキャンバスを蹴る、バックホームされますがホームに帰った。2点目、記録はエラーです。レフト下園、記録はエラー。